こんにちは、皆さん。スペアードでノベルちゃんです。このチャンネルへようこそ。みんな知ってるかもしれないけどさ、メキシコ人は辛いのが大好き。本当に大好き。日本料理はめっちゃ美味しいよ。だけど、たまにはね、なんかチリを食べたい。なんか辛いのが食べたくなる。今回はラーメンチャレンジです。これはファミリーマートの辛いやつ。日清のレッドシーフードです。これまるちゃんです。で、チリもイラスト入ってるよ。今日は辛いキャップラーメン、辛いチャレンジです。OK! ということで、もう3分。見た目はこれです。こんな感じで見えるのかな？見える。で、これはもう見た目はこうです。いただきます。このラーメンは美味しいと思う。味もなんか本当にいいと思うけど、辛さレベルはマイナス10点。本当に全然何も辛くない。本当に辛くない。でも美味しい。全然辛くない。これもマイナス10点。メキシコの子供でもこれ全然辛くないってなると思います。はい、本当に少しチリが入ってるそうだけど、全然辛くない。これマイナス5点。で、一番美味しいのは私にとってはこれです。で、多分次はこれです。これ味本当に少しは、あー、もしかしたらチリが入ってるかなって感じがする。で、これはチリが入ってるの？全然違う。みんなは辛いのが好き？甘いのが好き？ちょっとコメントにもしよければ書いてください。で、まあじゃあこの動画が楽しいと思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。皆さんありがとうございます。赤いじゃあまたね。アディオスアミゴス。